5年ぶりにリリースされたんだけど、それがソシャゲなんだよね今回、うん、今までは家庭用ゲーム機でリリースしてたんだけど、はい、っていうことでソシャゲとしてねどうなんかっていうのをね見ていきましょうよ。どこ行った、これだ。なんかねグラフィックにすごい、いや今からやるんだよなんかグラフィックにめっちゃ力入れてるらしいんだよね。パズルゲーム？パズルじゃない、 RPG、 ストーリー、ストーリー RPG。 もうこれいいか、スキップしよう。スタートします。同意します。OK。許可しないにしよう。初めから、アカウント引き継ぎってことは、リセマラがあるってこと？わからん。どういうこと？初めからプレイする人、プレイデータをお持ちの方はってこと？どういうこと？どういうこと？プレイデータをお持ちの方はアカウント引き継ぎを選択してくださって、どういうこと？リセマラじゃないねこれ。なんとなく分かった気がする。まあ初めから始まんないぞ、始まんないぞ、始まった。多分スキップできないやつ。スキップできる、スキップできるから見る。かつてこの地は白き箒星の恵みを受けた。フルボイスっぽいな。天より与えられる恵みの雨により、テロップが出ない。文明は流星し栄華を極めたという。しかし白き箒星は赤く変身し、さまざまな災厄をもたらした。早送りだけどいいかな。急に喋っちゃうかも。奇跡によって世界は救われた。その後旧異人は遥か果ての大陸で長き眠りについた。彼らの奇跡の源は今もなお彼の地に残されていると。主人公がね、女の子2人なんだよね。新たなる物語が幕を開ける。頭上を照らす白き箒星の王に導かれ、オープニング長い、スキップできるけど。だってさ、アトリエシリーズ初めてやるからさ、ちゃんと見ないとって思うやん。真っ白、ブラックアウトなのホワイトアウト、あっちゃこれもスキップできない。できるわ、できるけど、ちょっと見たいよね。初めてやるから。アトリエシリーズで知らないもん、私。初めてやる。なんかシナリオもなんか結構力入ってるっぽいし。フルボイスだったら見るよ、みたいな。テロップ出てきた。ご入り用のものはございませんか？皆さんのそのお悩み
錬金術師レスナにお任せあれ。錬金術で何でも解決します。が入出しました。おっぱいさんいらっしゃい。はあ、錬金術、いやお久しぶり。たくさんの人がその力を追いかけて、今日リリースされたゲームなんすよ。ランターナを豊かにしてきました。お、何か売ってるのかい。そう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 、はい、ぜひ見ていってください。何時にリリースされたのかすごい調べてたんだけど、ゲームの中に書いてあった。12時45分にリリースされてた。なんか聞いたことあるな。ずいぶん昔に流行ったんじゃなかったか。はい、錬金術はいろいろなものを組み合わせて新たなものを作り出せ。 Twitter っていうか X にも公式サイトにもリリース時間書いてないの。なんか怪しいな。やっぱりやめておこうぜ。ゲーム内のホーム画面のお知らせに書いてあって、始まってんやんってなった。前に失われてしまったのでした。また失敗。告知しようじゃん。じっくり話せばきっと錬金術の素晴らしさを分かってもらえるはずなのに。お嬢さん、錬金術師なんですか。あ、猫耳。イザナちゃん、かわいい。どう、なんか売れた。これ過去キャラらしいんだよね。たくさん声をかけてはいるんだけど、うん、そういうイザナちゃんはどうなの。あ、本当に退治した魔物の。そうなんだ、私初めてだからさ、ちょっとどんな感じなのか楽しみ。やっぱり今の時代錬金術は。レスナちゃん、くじけちゃダメだよ。なるんでしょ、立派な錬金術師に。今回ソシャゲになって初めてアトリエシリーズっていうのがあったんだってのを知った。さーて、オートへ行くまでにもうちょっとロギンを稼いでおきたいよね。私もう一狩りしてくるよ。うん、気をつけてね。私も頑張る。ハンマーが独特だね、クリスタルみたいな。私はレスナ・シテルネンリヒト、立派な錬金術師を目指す錬金術師の見習いです。それさっきも言ったの。見習い卒業のため師匠に課題を出された私は、騎士を目指す幼馴染のイザナちゃんと一緒に憧れのオートへと向かっています。その途中でロギンが尽きてしまって、さらに錬金術に対する世間の風当たりの強さも実感し、早速暗雲が垂れ込めているのですが、なんかこの世界線では錬金術が衰退してるらしい。場所の名前の錬金すべしって感じでシリーズがいくつもある。ハイターミオイで吐きそうはポジシカロミリカット。ほう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 、なんかもしかしたら品揃え。右上のアイコンが気になる。きっとそう、そうに違いない。話を誰じゃ誰じゃ誰じゃ、うん、そしたら新しいものを作ってみよう。素材探しにいざ行かん。誰じゃ話をしようの誰からし、シオンさんかな。ハイパーミロイで吐きそうが、うん
シオンさんとかあたりくさい。これとこの素材でいいはず。タップか。え、再生ボタンで自動再生か。ああ、イノリンか。私でも。それでハンジね。なるほどね。イノリンや。いらっしゃい。お久しぶり。元気。話しようってもう、ま、いや、私今話しましょうにいないからね。イノリン。私今話しましょうじゃないからね。六原短大にいるからね。ハンジハンジハンジだね。大丈夫？いいもの爆発ってひょっとしてフルム？どうして？ハンジ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 自販機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 。オタルさんいらっしゃい。なんか珍しい人が集まってくるんだけど、え、ちょっと戦闘になったんだけど、ちょっとわからんよ。ちょっとどうしたらいいこれ。こんにちは。はい、太ももむっちり娘。レン君はよう来るけど、オタルさんとか、そうそう、リリあの12時45分にリリースされてたから、ちょっと今気がついてやってんだけど、ちょっと今バトル画面まで来て、チュートリアルわからん、ちょっとバーストパネルを、うん、そう、バーストパネルを得得すると強力なスキルが使えるよ。これ押したらいいの？タップしたらいい？私に任せて。え、スキルに、スキルボタンがこんなとこにある。え、え、ってことはコロナちゃん味覚収穫バグるって。え、お大事にね。どうしようかな。吐いた、大変やん大変やん。お大事にして。え、これちょっと何何これ、コーリングスター攻撃360の防御ブロークン 45% で炎属性で単体攻撃で、これクリティカルかな、これ。ビッグ、あ、うお、え、ちょわからん、ゲームわからん。え、この攻撃って、バーストパネルっていうのはいわゆるターンのことっぽいね。うん、またね。うん、寝てくれ。うん、お大事にね。バーストパネルっていうのは多分ターンだね。で、戦闘アイテムを使ってターンを変えれるんだ。へぇ。で、行動順が一つずれて、バーストパネルを得た。っていうか、バーストパネルって分かりづらい。ターンでいいじゃん。これは何？アトリエ単語？で、現在 HP が高い敵一体に、非属性ダメージ、攻撃、でも600、単体攻撃、アクション、バーストスキル、バースト、え、ヘブンズクエスト、攻撃後自分にスケールダメージアップ、あ、バフを自分につけんの、攻撃 400% の、このなんか盾がさ壊れてるみたいに見えんだけど、これ自分の防御なのかな。 75%、あ、これは、そうね。これで、自分、バフる。バフモーションもあるんだ。
ね、攻撃した。よくわからん。よくわからん。得得したアイテムないんですか？ないんですか？チュートリアだからまあ仕方ないですね。ねえ大丈夫？なんかこれスキップしていいような気がしてきた。どうしよう。スキップしていい？大丈夫です。助けていただきありがとうございました。なんかそんなに。そんなになんか重要な、でも人物紹介があるよね。私はライザリンシュタート、ライザでいいよ。説明が丁寧だね。ライザさん、私はレスナシテルネンリヒトです。これが気になる。あ、テキストでストーリー見れるんだ。ライザのアトリエの主人公。ライザーアトリエのライザー、なるほどね。あ、これ一覧で見えるんだ。へえ。で、そしたらスキップしてもよくねみたいな。あ、早送りだ。早送りあった。早送りあった。めっちゃ早送り。頑張っていきましょう。あ、なんかスライムみたいなの来た。右から進むよ。次はどうすれば。スキルを選択すると行動順が更新されるよ。いらっしゃいませ。これブレオダじゃないっすよ。なんで来たんすかとかって。いや別にいいんすけど。これアトリエシリーズっていうね、今日ねリリースされたね、光栄さんがね開発してるやつです。はい。次の行動は早いスキル。それはね、一応ね情報として知ってはいる。な過去のキャラが結構ガンガン出てくるらしいね。攻撃を自分にスキルダメージ。攻撃してなおかつ自分にバフもかけるのか。自動操作分からん。普通にやっていい。あ、こうやって開いて選択することができるんだ。で、これで。へー。年代が違うだけで世界線は一緒なんだ。強化パネルが出現。どの辺が強化なのかわからんけど。強化パネルの効果で威力が上がったよ。次はどうすれば。私もどうすればいいのかわかんないよ。これ選ぶ。これ発動してからの。うお、でこなった。うお、ダメージ受けた。油断目アップ。あ、ここにウェーブとかターンとか書いてあるやん。これでこっち選んで、こういうこと。経験値が入った。やったレベル2でやったとかって。なんかコインもらった。やったアトリエが解放されました。多分アトリエって武器を合成するとこなんじゃないかな。違うかな。わからん。やっぱり武器合成するところだ。多分きっと間違いなく、おそらく多分。誰。あ、おかえりレスナ。これ早送りしていい。早い。もうちょっとゆっくりでもいい。ちょっとゆっくりでもいいよ。ちょっと早すぎて読めないよ。
やば、調合来た来た来た。どれを作ろう。あ、調合って合成って武器同士、あ、武器同士もできるんか。素材、はい、ヒーリングサルブを調合、これ決定。何できるの。え、ギフトカラーの色に合わせてキャラクターを選択。え、意味がわからない。え、これを選んだらいいの。え、あ、このキャラクターの背景に黄色、青、赤ってあって、このカラーが多めの多いキャラを選んだらいいらしい。で、今青と黄色、黄色と緑で、青と黄色の2色がある。これを選んだらいいってことね。OK。で、これで、特性っていうか、なんか、スキルが多分発動された?多分。知らん。知らんけど。特性の力を引き出します。また来た。え、これやんの。ね、なんか、さっき半分黄色だった。だけど、これもう半分黄色で、同じ方向に半分黄色だったよね。デスナ、頑張ります。え、何これ。選ぶん?どうしたらいい?よーし、これで作るよ。え、一個だけで足りんの?いくよ、調合。初めての調合です、私。初体験です。はい、ゴー。結構なんか作業多いね。鍋でぐるぐるじゃないんだ。あ、鍋でぐるぐる始まった。鍋でぐる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 、そして何かがくるくる、精霊?なんかおまじないした?あ、ちょっと袖がさ、杖貫通してるよ。レシピ通り。ヒーリングサルブ。ああ、これ、要するに回復薬、回復ポーションね。なるほど。全然わからんわ。全然わからん。これ戻るにすんの?戻んの?どうしたらいい?戻るっぽいな。戻る。何言ってるかわからん。ざっくりとしかわからん。もうちょっとゆっくりでもいいよ、早送り。スキップか、このペースでやるんだったらスキップボタンでいい。ね、もしテロップ出すんだったら早送りでいいんだけど、喋らんくていいんだけど、もうちょいゆっくりにして読めるようにしてほしい。っていうユーザーのわがまま。何が起きた?え、あ、なんか、で、読めん。でもなんかスキップしたらさ、なんか人が、なんか追加されたのわかんないから、やっぱ見た方がいいかな。バトル編成?バトル編成。これを選んで。冒険の準備を整えましょう。で、ここにさっきの回復のやつを入れる。で、出陣。頑張りましょう、レスナさん。シャリステラ先輩、素敵です。ゲームショー行ったらさ、これのさ、モンスターのさ
ストラップもらえるらしいんだよね。いいね。ブレイクゲージ、ブレイクゲージ、あ、これあれだ、黄色のゲージが集まると相手からバチコーンってくるってことかな、分からん。え、ブレイクゲージを削る、あ、なんかブレオダでいうとこの高質化ゲージみたいな感じ、分からんけど、知らんけどゲージちょっと削った、ブレイクゲージが削れたよ。ロール、これこれターン、あ、ロールが広い、ブレーカー、シャリステラはブレーカー、ブレークする威力が、あの、ブレオダでいうとこの強襲型ってこと、いや、あ、ブレークダメージアップって書いてあるわ。どうしましょう、これをね、なんか縦に伸びたよスライム。ブレイクされた敵はパネルが左にずれて攻撃チャンスね、これだ、弱ってる時にダメージアップ、活目せよっていう言葉好きだな。今チュートリアルだからさ、なんかスキルのさモーション見てるけど、これスキップできるようになるのかな、分からんけど、さあ どうだろうね、錬金術っていうか普通にバトってんじゃんみたいな、やっぱりこれ文字を目で追う分にはちょっと早い、スキップするか見せるんだったらもうちょっとゆっくりにしてほしいまたメモリアを装備、これタップして装備、装備品ドロップした、これこれ何これ、何これ補助要員、なんかプラスアルファな、でも装備妖精かなんかのから戻る、戻るボタンで出陣、頑張りましょう、レスナさん、シャリステラ先輩素敵です、集中集中大集中、これ自分で やらないとあかんやつ、戦うのってやっぱり緊張する、まだチュートリアル終わってない、分からん、なんかバックミュージックこっそり流れてるね、結構いいかもしれない、かわいい曲が流れてる、これな気がする、全体的にやられた、おお、でかい、めっちゃでかくなった、びっくりした、で、ダメージアップさっきこれ入れたからこっちでいくか、縦長になるね、わーちょっとあのゲージが満タンになってんですけど、ちょっとどうしたらいいですか、これを削るよね、ゲージが満タンになってる、え、削れてない、やばい、これをこれでいい、多分分からんけど、勝
手がわからなすぎる。やっぱ最初慣れないとダメだよね。これで倒せませんか。よし、 OK。 次でどうかだけだよね。 どうかかなんかわかんない。コインなんとか倒せた。ありがとうございます。先輩のおかげです。レスナさんの錬金術師パワーのおかげですよ。スキッパー、シャリッテラ先輩。ん、なんか起きた。さっきの猫耳。イソナちゃん大丈夫？レスナちゃん、ありがとう。スキップしたらこういうシーンが見れへんってことよね。安心して、レスナちゃんのことは私が絶対に守るから。うん、いつまでも守ってもらってるわけにはいかない。これってギルドとかあるのかな。だって一人前の錬金術師になるんだから。あれ、さっき一人、もう一人いたの、どこ行った？かわいそう、虐待だ。いた。てか分からん。今序章が終わった。お、なんかまた歌が。オープニングここできた。これなんか散々見たような気がするな。なんかあの YouTube とかにも動画上がってるし、ゲームショーでも公開されてる動画あったよね。あ、でも若干ロングバージョンかもしれない。これはなんかストーリー見た方がいいような気がするかと、なんかちょっとたるいからスキップもしたような気がする。どうしたらいいですかみたいな。ガチャガチャ、いらっしゃいませ。ガチャ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 。これなんか長い決め台詞をありがとう。
そしたらとりあえずガチャ引こう。あ、星さんキャラ確定なんだ。いいね。オッケー。なんかやれって、これな、指やれって言ってる。これこういうこと。ガチャだよね。なんだ。なんか面白そう。私もついてっていい？星さんが一番レアリティ高いの？だから。冒険者。リセマラ要素だったりするのかな。いや、なんか来たぞ。優勝、お金取るやつ来た。72時間限定の課金ガチャが来ました。やばい、時間限定の星さん確定。うわお、思い切り課金させる気満点だよ。これこれどうしたらいい、どうしたらいい、これ戻ったらいい、戻ったらいいか。これやりたかったら課金せえよってことね。でこれいくらすんの。3000星だったよね。リリース記念でログインボーナス、何が当たったのかよくわからん。何これ。あ、これなんかあの後ろにつけるやつ。いいものがもらえました。まさに強行。あ、これカタログ、この2500万円相当の、総額2500万円分のカタログギフト、これ気になるよね。フォローしてディスコードサーバー参加して、ディスコードさ、いちいち参加しないといけないのだるいんだけど。で後日公開予定のフォームに入力。ツイッターの ID とディスコードのユーザー ID とゲームプレイヤー ID とメアド入れる。へえ、そうなんだ。で配信キャンペーン、これもいいな。YouTube にゲームプレイ動画を、あ、投稿してやっぱ OK なんだね。でツイッターにリンクとともにハッシュタグつけ、オッケーオッケー。じゃあこれアップする。でもなんかあの名前の長ったらしいさがなんか変なコメントこれはディスコード参加したけど、まださあれなんだよね。あ、上旬か、10月上旬まで待たなあかんね。ちょっとディスコードまだ内容がなかった。で、メインストーリーをある程度行くとクリア報告をディスコードサーバーのチャンネルに投稿する。はあ、すると石がもらえる。なるほどね。これはもうやったんだね。で、無料ランキング1、え？あ、
アプリストアっていうか Google ストアで1位取ったらしいんだよね。それのお祝いで、チュートルガチャ実行後から72時間縛り結構きついよね。課金せいやっていう、いくらかかんねんっていうね。ねえ、なってみて、うん、よ、現在確認してる不具合、メール、なんかいろいろなんかバグってるらしいよ。で、ここに12時45分って書いてあって、これを見た瞬間に、あ、もう始まってんやんってなったのよね。あ、で、あ、なるほどね、OK。で、メール、受け取り、一括受け取りはないんか。事前登録。新しいパイが作れるかも。ぜひ私も連れて行ってください。これはパイマスター、ん、なんか分かんないけど SSR だね。よく分からん。受け取り、いや、スキップしちゃう。これ1ね、これも、あ、この橋がさ、いくらすんのっていう話やね。課金、一括受け取りあるやん。気がつかんかった。既読削除、オッケー。ね、からのお知らせ。私さっき見たやつや。からのミッション。デイリーミッション。あ、これスタミナ製なのか。あー。なるほどね。参加してるけど、ディスコード。めっちゃ。あ、増えてるやん。招待コード。これ、招待コード、今からでも間に合うんかな。よ。リンクをコピー？違う。メッセージリンクをコピー。運営より、あ、ディスコードか。なんかさっきまで全然情報はなかったのに、なんかガーって来たね。運営より、プレイヤーの皆さん、なんかもうこれちょっと長いからまた後で見よう。よ、ディスコード飛ばして、あ、ツイッターアカウントフォローしてあるよ。フォローしてあるよ。でもフォローしててもこうやって一時見ないといけないね。で、YouTube チャンネルを登録しよう。YouTube チャンネル、しょうがないな。登録してあげるわ。しょうがないや。TikTok。フォローしないとあかんの？めんどくさいな。しょうがない。ね、プレイヤーランクを2にしてね、ストーリーをとりあえず進めないように。ウィークリーやるんだね。ウィークリーが、スタミナ、素材、とりあえずやっていくかっていう感じだよね。ね、これス
タミナか。スタミナね。はい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 。年齢によって、これ年齢バレるから、ちょっと今できない。あ、なんか、まあ、どっかで見たようなデジャブ感を。デジャブ感を感じるけど。レシピを4回発送しよう。装備アイテムを1個調合しよう。スコアバトルを1回。経験クエストを1回。なるほどね。ガイドミッション。で、イベント。ガチャ。ショップ。これはゲーム内通貨を使えるんだ。え、マナーって何者なの？マナーについての説明あったあった。アイテムの調合に使える素材。なるほどね。これは経験の面。経験値が増加する。でもなんか増加する時間とかが書いてないね。強化経験値がわずかに上がるけど、詳細画面にどんだけこれ上がるかっていうのは書いてない。キラキラコイン、なんかこれ経験値ボードの開放に使用できる。これちょっといろいろ触っていかないとわかんないね。パネルボードに、ボードのパネル開放に使える。じゃあこの辺は全部そうだね。で、記憶、でもなんか相方は記憶なくしてんだよね。 SSR メモリアの開放に使用できる。メモリアって何？で、経験値の雨が相変わらず。あ、でも、ちょっと待って、これ、販売期限があるよ。10月1日12時まで。あ、期間限定って書いてあるわ。なるほどね。え、この辺は、経験値の雨。欲しいけど、どうしよう。ピース交換。ガチャメダル。行商のお仕事は大好きです。お客さんの笑顔が見られますから。とりあえず集めないとあかんってこと、ね。ありがとうございます。で、多分、年齢認証っていうか、あれ入れると、多分、優勝の、ね、これがね、もらえるんだろうね。で、イベント？あ、招待コード、ここか。招待コード入力、さっきコピーしたやつ残ってるかな？ペースト。残ってないやん！リセット。招待コード。どうしよう。招待コードが欲しいよ。招待コード。誰でもいいんだけど。これコピーってできんかった？これ、スクショして、ね、スクショのこれを、これでいけか。これで、コード入力。これでいけんじゃん。OK。あ、正しくないって言われた。コードの利用は一回コッキーってことは、新しいコードを使った方がいいってこと？よっ。この辺一
ってみよう。リセット。ペースト完了。え？なんか、え、文字数が違うって言われた。F で終わって R。え？ちょ待って。みんな早い早い早い。これコピーしてリセットしてペースト、これでどう？あ、これできたんだ。やったーやったー。え、友達招待すると、あ5人招待して、1章クリア、3章クリアでこの星がもらえるわけね。なるほどね。これでディスコードに書くよね、招待コードポスト。なるほどね。みんなバンバン書いてるわけだ。なるほどね。はいはいはい。でストーリー進めていきますか。なんかメールが、さっきの招待コードのやつか。で、からのガチャいけんの？優勝でしょ？無償ガチャないの？あるわ。これか。一回無料で引けるか。これは引くよね。もしかしてこれがリセマラタイミング？テイク。もういいや、スキップ長いから。え？星に。うん。でも将来的に多分必要に。なるんじゃないのみたいな、ね、優勝が一回限り、この300星がいくらなのか気になるよね。でもちょっと今年齢認証入れないと分かんないから、いくらなのか分かんない。これちょっと一回やってみちゃうか。じゃあ、なんかもったいない気がするな。でもキャラクターも必要だよね。でもなんかショップのさ、ショップのさ、どこだっけ、ショップのさところにもさ、星使ってさ買うものが確かあったんだよね。キラキラコイン、違う、これ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 、この経験値のやつとか欲しいもんな。これ買っちゃう？マックスにすると結構消費するね。そしたらとりあえず1個だけ購入してみる。経験値、うん、経験値も持ってたら、持ってたら経験値あれしてんの？ちょっとわかんないんだけどキャラ、育成したいよな。装備、育成したい、レベルアップ、素材何使うの？このままレベルアップして大丈夫？そういう、そういう感じ、そういう感じな。
じゃあ、あのキャンディーってあのユーザーレベルを上げんじゃなくってあれなんだね、さっきのキャンディーってユーザーレベルを上げんじゃなくてキャラレベルを上げんだね。ってことはだよ、ってことはだよ、いらっしゃいませ、フロッケのお店にようこそ、ってことはだよ、ってことはだよ、経験値にこれ一個購入、お買い上げありがとうございます、これも一個購入しよう、お買い上げありがとうございます、これってありがとうございます、使いそうなキャラ、キャラの育成で、あ、この画面で選択しないといけないんだね。でこれで育成でレベルアップで、あ、やっぱそういうことだね。レベル5ぐらいでいい、レベルアップ順調だ、ね、で別の子をレベル上げる、育成レベル、やったね、レベルアップ、なるほどね、そういう感じか。この子は魔法使い、受けるダメージ 10% を2回、結構難しいな。HP が 70% 以上の時、スキルレベルの上げ方とかどうすんだろうね。410、あれ星1でも星2でもそんなに戦闘力変わらん、レベル同じぐらいにしてたら、でも覚醒したら違うのかな。ちょっと主人公だよね、主人公ちょっと覚醒してみる、覚醒できひん、これもレベルマックスにしてみるか、ここで行っちゃうってことはこれであげる、上がらないなと思ったらもうなかった、立派な錬金術師に近づけたかな、なるほどね、そういう感じか、はいはいはい、そしたら装備どうしよう、これ見る、つける、敵の数に応じてダメージ、え、なんか初期キャラの方がなんか強いような気するの、気のせい、よ、これ所在スキル、こい
つはまあまあ使えるかな。でなんか初期キャラの方がなんか強い気がするね。そうでもないか。ちょっと待って。スキル。どっかいどっかいって感じか。どうしよう。どれ育てたらいいのかがわかんない。マジでどれ育てたらいいのかわかんない。とりあえず、赤プチを。で、とりあえず、ストーリー進めていくか。しちゃう、どうしよう。まあ普通にキャラクター可愛いけど、すでに1時間経ってる。これが王都。この辺り全部お店って本当すごい。菓子屋とかもあるのかな。こういうのもあるよね。錬金術の本あるかな。目が星だ。急って入れんの？って観光してる場合じゃない。師匠から出された課題。テロップが出たらこうやって早送りができるんだね。宿題見えなかった。まあなんとかなるかな。多分なんとかなる。きっと多分おそらくきっと。あ、主人公もう一人だ。角折れてる子。すれ違った。人間関係が理解するの早くって。わかる。多分スキップしても大丈夫だと思うんだけどね。そんなに細かく理解しなくても多分大丈夫だと思うんだけど。編成ちょっと足せるやつ足していこう。伊達に毎日鍛錬してないよ。よろしくね。この画面で育成もできるのか。レベルアップ。 Oh no. Oh no. Oh no. 隠せよ。いいか。このまま編成しちゃうか。準備はできてるわ。とりあえず育つよねとね。でなんかよく見るとなんか火属性とかなんか氷属性とかこれなんだろう、なんかいろいろなんか属性マークがついてる。ロロナ先輩は私が守ります。これでいいのかな。オートできるやん。オートできた。私オートしちゃうよ。なんか食らったけど。
麻痺くらったん。なんか、あ、自分に回復魔法かけた。やっぱヒーラーっていうか回復系の人が中にいると、あの回復ポーション消費しないし、いいね。あ、レベルの上がり方がいいね、いいね。なんかドロップする。あ、なんか来た。なんかこのこれで多分あの調合できるはず。レシピ発解放された。これ行きましょう。あ、なんか、え？嘘？武器できんだ。へぇー。え、ちょっと、あ、発想しただけで、持ってるものを消費してやんないといけないのか。なるほど、そういうことか。まずは準備からね。自由に調合しよう。どうしよう。これ。頑張らないとね。次。いざやるぞ。調合。これを使おう。準備はいいかな。はい。よっ。これはスキップしちゃう。え？武器2個できた？フランベルジュ2個できた？フランベルジュ、まさかの2個できた。へぇ。防具。あ、これ装備できる人のマーク？これ装備できる人もしかして。わからん。これ防具必要だよね。調合、お手伝いします。そしたら、素材の特性を引き出そう。おー、いない、いない、緑いない、いない、どうしたらいい？これも、戻る。黄色。こうして。うん、任せて。緑いない、いないよ、ちょっと、ガチャって。で、キャラクターが必要だよ。調合するのにもキャラクターが必要だよ。この、これ何？受けてる。ちょっと、調合すんのにまさかのキャラクターが必要。キャラガチャが必要という。そんなことが起きるとは思ってなかった。よっ。あ、これでやっていくと主人公を覚醒っていうか、とつれるんだね。ねえ、ガチャでさ。ガチャでさ、これ引くよね。そしたら、シェア、スキップ、R、
カブリはどうなんの？カブリ多分素材だよね。いや、なんかちょっと引きが良くない。あ、でも SR 来た。かぶりだ。絶妙に微妙にうーんって感じだけど、まあこんなもんなんだろうな。これガチャのさ、排出パーセンテージとかって明記されてんのかな。あるね、あるね。見てなかった、見てなかった。あー、 0.5% か。え、星さんキャラが出る確率が 4% で、メモリア、うん、まあそんなめちゃくちゃ辛くはないけど、レアなやつはちょっと辛いのかな。ガチャ詳細。あ、これ期間限定なんだ。2日まで。錬金術の神髄見るといいわ。まあ、とりあえず進めていってキャラを集めるしかないよ、ね、で調合でさ、あの武具をさこれでできるようになっててほしいんだけど、アトリエだ。錬金調合、調合でレシピはどれにしよう。ボウ、これよ、これをやりたかった。これでお手伝いします。これでこれなんで次押して、新しいキャラが緑いた、いた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 。こういうことな。これを入れようぜ。どうよ。さあ行きましょう。スキップ、キャどうどうどう。あ、できたできた。え、なんかえ、よくわからん。防具できた、できた、できた。もう一回防具作りたいけど、ないない、素材がない、素材がないから戻るしかない。なるほどね、こんな感じなんだ。なるほど。ミッションで実績受けて、よし、プレイヤーランク2になったよ。スタミナ回復した。今スタミナ回復されてもなみたいな。あ、でも上乗せされてるからいっかみたいな、そんな感じだよね。あと何、スコア、キャラレベル、もうバトれば上がるやろ。で、ストーリー進んでいこうか。一応ここに、左下に、このキャラをレベル10にしようっていう、チュートリアルっていうかなんていうの、あのコンボを埋めるやつが、一応出てはいる、ね、うん。それで、パーティー今、これになってるけど、これでいいんか？いっか。ね、装備。これ難しいよね、メモリア。装備なし。メモリア何つけるかな、ね、HP。回復量。スキルダメージ 4%。バトルスキルダメージ全体とブレイク
これか、これかな。確かあの子ブレイクあったような気がするんだけど、気のせい。この子のスキル、スキル、スキル。これブレイクあったと思う。だからやっぱりあるからブレイクのやつをつけるのがいい。これ、これだね。ブレイクダメージ決定。で防御。あ、ここでこう、ここでか。ここにつけれんの。ほん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 。ここで防御。こういうこと？レベル上げれんの？レベル。レベル上げれるね。あー、こっちのレベル上げにこれを使うわけか。なるほどね、なるほどね。そういうことか。 SSR とか出てんだけど使わないっていうね、謎のねこれレベル上げる。あ、素材。あー、なるほど、そういうことか。他のやつも素材にすることができると。なるほど。やりながらよく分かってないけど、まだ、まあ、やってるうちに覚えていくやろみたいなね。準備は万全、いつでも行けます。で、バトル、バトル開始。落ち着いていきましょう。はい、深呼吸して、そして私はオートにしちゃうよ。集中集中、夢への道切り開く。私の番ね。練習通りにやるだけよ。なんかみんな心なしか強くなったよね。分からんけど。そっか、武器とかも育成できんじゃないの？ちょっと、武器のレベルを上げたい。武器のレベル上げは？武器や防具のレベルを上げたい。何使うんだろう。ポーションみたいな強化のやつかな。これで防具、クエストいけってことね。お疲れ様。どう？依頼を。はい、奥に。一瞬でわからなかった。ようこそカフェ星の迷い。育成クエスト、素材、ああ、素材クエストね、オッケー。育成クエスト行く。依頼だね。どれにする？経験値行きたい。行けないの？こちらはライザの依頼や戦場。もっとおしゃれにしたい。え、どういうこと？バグってる？あ、行けた。初級。
一個いい。あ、で、ここでスタミナ使うのか。なるほどね。それじゃ、行ってらっしゃい。行ってきます。レスナは無理しないでね。ユウさん、私も頑張ります。さあ、武器と防具の育成。戦闘すればレベル上がるんだね。だからキャラクターは別に無理にそんなレベル上げなくてもなんかいいような気がする。バトればキャラクターレベル上がるから。でも武器とかメモリアルだっけとかは多分素材で上げないとレベル上がんないような気がするんだな。多分早送りできる。やっぱりこれ見るの軽かったら2倍速にすれば OK。 次、おう、おう、なるほどね。こんな感じか。次へってなってってんだけど、これどうしたら。デイリーボーナス3分の、え、これどういうこと。初級もう一回行った方がいいってこと。いや、もういいやろ。コールって何。え、コールっていうのはもしかしてあれ、ゲーム内通貨コールかな。で、そのゲーム内通貨がドロップするクエストって感じか。で、強化の雫、これ何の、あ、やっぱりあれだね。なんちゅうの、なんだ、メモリアルだっけとか用のやつが、レベリング用のやつが落ちる。これ出陣。怪我しないようにね。落ち着いていきましょう。はい、深呼吸して私の番。ウニーってあの松ぼっくりじゃなくてウニー投げてたんだね。やっぱりキャラクターは、武器装備、あと装備品のレベルアップが重要というか、ドロップ重要だと思うんだよね。で、ミッション、何気にでももらうんだよな。クエストさっきのとこやん。そうじゃないね。まずは私は武器を上げたい。
装備、武器レベルを上げたい。武器レベル上がんないの。これ R しかないの。リアリティ、あ、武器は上がんないんだ。あー、じゃあそういうことは防御のこれもレアリティでステータスが決まってくるのであって、防具のレベルはないんだ。ね、じゃあ何をあげるのって言ったら、このメモリア、メモリアだね。ウィーク攻撃時スキルダメージ、受けるスキルダメージ、難しいな。まあ今のまんまでいいか。なるほどね、そういう感じね。じゃあ、とりあえず、進めて、行っちゃって、いいんじゃない的な、クエストをこなしていくか、じゃあ。今日、依頼を受けるならこっちだぜ。こっちは、定期的に来る依頼を扱ってるよ。でもな、これな、今、もう、キャラクターをさ、これ編成、この画面で編成変えれるんか。じゃあそしたらさ、この子もうさ、レベルマックスになってるから、別の子はめるよね。装備、 この子は何もないね、わからん。一括装備ってさ、勝手になるん。オッケー。これいいやつな。わかんないけど、とりあえずこれでいってみよう。わかんない。多分メモリアルが後々響いてくる予感がするんだよね。これでみんなでレベルアップして。怪我しないようにね。肩慣らしにもならねえな。多分メモリアルとそのキャラクターの相性とかが多分重要だと思うんだよね。ね、あとは調合するのにあたり、キャラクターのなんていうの、あの背景のカラーが結構重要になってくるから、キャラガチャは外せないよねっていう話で、あと星3とか星1とかレベル上げてみたところによると、星1でも星3とそんなめちゃくちゃステータス変わらないかなっていう印象がある。で多分覚醒できんだよね。また一つ強くなれたぜ。おう、あれ、あ、わかった。星1はカンストがレベル10で、星2になるとレベル上げれるレベルが違うんだ。そういうことか。ちょっともう一回これ様子見で、もう一回行く。これデイリーボーナス、これ3回しか行けないのか、1日。ちょっと行くよ。それじゃ、いってらっしゃい。肩慣らしにもならねえな。これ1日3回しか行けないとかありそうだね。でもし3回以上行きたかったら石割りしないといけないとか、そんな感じの予感がするね、このクエスト。
どうどう。え、どんくらい上がる？まだまだ、俺は止まらねえよ。え、やっぱレベル10でカンストしちゃう？レベル10でカンストして、あれか、そういうことか。じゃあ覚醒して上げていくしかない。で、デイリーボーナス、あー、ボーナスがつくのが3回で、それ以上も一応いけなくはないわけね。なるほどね。それじゃあもうこのカンストしてる子たちをちょっと別の子に変えて、わかったよ、ちょっと変えて、よろしくね。結局持ってるキャラ全部あげないといけない羽目になるのかな、わかんないけど。これで行ってみよう。それじゃ行ってらっしゃい。これくらい朝飯前です。始めましょう。軽く蹴散らしてやるわ。結構かっこいい。なんか強い予感。私の番だね。行くよ。振り注げ。蹴散らす。てかここ結構重要なんじゃないの、このターンとか。ターンじゃない、なんか言い方あったけど。バウンドだっけ、なんだっけ、忘れた。それで、なんだ、みんなのバフデバフ状況が見れるから。マニュアルの人だから絶対ここ見とかないといけないじゃないかな、わからん。今持ってるキャラを全部ちょっとカンストしたいかな。今いる子をカンストしたい。もう一回こう、もう一回こう、もう一回多分カンストじゃない。怪我しないようにね。私一人で十分ね。穴だらけに軽く蹴散らしてやるわ。そこね。逃がさねえぜ。了解。周囲を一掃します。スライムみたいなさ、スライムなんだけどさ、スライムじゃないんだけど、この子の名前は。大概のゲーム結構スライム系出てくる率高いよね。RPG、ファンタジー RPG は特に。これで、ギルドとかさ、あとなんかマルチとかあるとどうなのかなって感じ。ソロプレイゲームなのか、なんかそういう要素についてあんまりなんか説明なかったような気がするけど、どうだったかな。
これで完走したかな。完走まだしないね。あともうちょいやんないとダメだ。でスタミナはまだ多分大丈夫。何気にスタミナ減ってるな。でもこれちょっとラストにしようかな。何のラストかよくわかんない。それじゃ行ってらっしゃい。これならいけるよね。とりあえずレベリング重要。穴だらけに軽く蹴散らしてやるわ。そこね、隙ができたようです。了解、障害を投げ払います。なんかクエストはスタミナ制だからちょっと計算していかないといけないっていう話だよね。あんまりなんか無計画に行ったら多分スタミナがなくなって、スタミナ石があれば多分いけると思うけど、でも石はまあ割ってもいいけどガチャも必要だよねみたいな感じかな。よくわからん。序盤だからまだよくわからん。なんとなくちょっと分かってきたような気がする。気がしてるだけかもしれないけど、これで一回ちょっと終了してこれでも戻ってね、一回戻って経験値はもういい。強化の雫これいこう。あー中級だと3000、とりあえず初級でいい。でこのまんまでいいかな。あ水晶属性っていうのがあった、今気がついた。なんかキャラクターの属性が光ってんなと思って、その光ってる属性パッて上見たら水晶属性だった。今気がついた。それじゃ行ってらっしゃい。なるほどね。水晶属性だと早くバトルが終わるのかな、それとも泥率がいいとか早く終わるとかだよね。早く終わるっていうか、あ負ける確率が減るとかそういうことだよね。これでも一応経験値は多分入ると思うんだよね。経験値のクエストじゃないけど、まあ経験値のクエストほど入らないけど経験値入るはず。全キャラちょっと完走したい。であとはあの星1の主人公最高キャラをあの覚醒させたいよね。よいしょっと、ちょっとは強くなれたかな。でもう一回デイリーボーナスで多分コインがドロップするんだろうな、おそらく。多分あとドロ率か、今 200% だったけどこのあのボーナスが終わったらドロ率が何パーかだよね。今コインとあのなんだあの何なんだっけ、精霊じゃないや、 なんかあの装備でつけるやつのレベリング素材が
両方とももう 200% だったけど、果たしてデイリーボーナス1日3回終わった後のドロー率が何パーになってるからね。まあ、今200%だけど、コインがなくなるだけなのか、はたまたあのその欲しい経験値素材自体のドロー率もダウンするのか気になるところ。でこれで やっぱりデイリーボーナスが 200% なんだ。でボーナス割るとあの 100% になっちゃうんだね。なるほどね。でコール今やっていいのかな。ちょっと言っとく結構適当。とりあえずレベリングもしたいから、それじゃ行ってらっしゃい。いつも通り始めましょう。ああ、なんか始めましょう。お金落としてくれそうなボスっていうか敵ですな。コールってお金でしょ。なんかモンスターの名前もコールなんとかとかなんとかコールとかって名前だったりするんじゃない。そんなことはないか。硬いやん。これで終了するか。初回ボーナスこれでゲットしたから、いやこのボーナス中バトル情報、あ今後ゴーレムって名前だった。コールつかないや。なるほどね、そういう感じなんだ。で、ミッション。ウィークリー。なんだあのイヤリングみたいな。おお、ランク3になったよ。それからのこれか。あ、これで突れるんじゃないかな。まだかな。スコアバトル、スコアバトルやんないと突れないかな、もしかして。スコアバトルってまだ解放されてないよね。スコアバトルってことはおそらくきっとなんだろう、みんなでスコア競争するバトルがあるんじゃないかなと思う。すごい順調だね。勝手な憶測だけど。ストーリー見なくてもいけることはいけるかな。システムを理解することの方がやっぱりゲーム的には重要な感じがする。まあストーリーなんだろう、アトリエシリーズが好きな人とかはやっぱストーリー見るといいのかなみたいな感じで、あとなんかキャラクターが追加
スキップしたらキャラクター追加したらわからないから。なんだ、何が解放された。ボード、スキルボード。きたー、パネル、パネルを解放してキャラを強化する。はい、やったね。でこれで弾が必要になってくるんだ。で一括解放、あーやったね。そういう感じなんだね。なるほどね。クロウボウがスキル、でもスキルツリーじゃないんだね、スキルボードなんだね。レシピ発想、なにこれ、ゾウリ、ウニ型チャーム、アクセサリーか。レシピを選択しない。ああ。うん。とりあえずレベル、うん、戦闘力足りてるからいけるやろ。いい報告、期待してるぜ。にもならねえな。出番ね。まとめて片付けるわよ。そこね。参ります。障害を投げ払います。キル。なんかそのスライムみたいなやつが縦に伸びるんだけど、なんとも。なんかゲーセンの UFO キャッチャーとかでなんかゆらゆら揺れてる人形あるじゃないですか。あれで伸びたり縮んだりするやつが欲しい。ゆらゆらするより伸びたり縮んだりする方が絶対難しいと思うけを解放して、で中なんだろう、あれかな、キャラクターとかの相性次第で多分あれだよね。なあ、もうさっきからあれあれ言ってるけど、うん、多分その調合するキャラクターとかの相性によってその武器のリアリティが変わるんかな。武器防具とかのリアリティが多分ね。まあなんか SR とか SSR とか出たら成功みたいな感じなんじゃないかな、わかんないけど。バトルスコア、あ、バトルスコアこれか。なんか知らずにやった気がするけど、バトルスコア、え、7回できんの。え、バトルスコア、ちょ待って、おまかせ編成しようで、高速討伐してみる。あ、いけちゃうやつ
スキップできちゃうやつ。はい、こっち。気をつけて行ってこいよ。あれ？終わった。もっと強くならなくちゃ。あれ？ちょっと待って。ああ、なんかちょっと分かったかもしれない、分かんないけど分かったかもしれない。 SS が一番上なのか。トリプル S を狙おうとしてダブル S がマックスだった、あれみたいな、そんな感じ。スコアボート、なるほどね。はい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 。で、鬼型ちゃうの。あー、枝が足りない、素材が足りない、素材集めもしないといけないのか。やること結構いろいろあるね。今のところ結構楽しい、個人的には。これで集まったんじゃない。お、次になった。制限がないね。これずっとやっていくと多分リアリティ上げれるんだよ。これまた72時間限定。うお、72時間限定好きね。72時間ってことは何日、1週間ぐらいかな。レシピはどれにしよう。装飾品、武器、武器、防具、防具作りたい気がするんだけどにゃん。ちょっと待って、これガチャレルからキャラクターを集めてから調合した方が多分いいんだよね。で、キャラね、この子が多分もう覚醒できる。ほら、できた。じゃあやっていけば覚醒すんだ。あの、なんかビンゴみたいなやつ。ステータス上がるんだね。で、装備、鉄骨装備、で、これレベル上げようか。レベル上げよう。あー、これここか。あー、なるほどね、そういう感じ。なるほど、イヤリングじゃなくてめちゃくちゃ育成ポーションだった。で、ミッションで実績からの、あ、素材クエスト、とりあえずやっか。ちょっとお腹空いてきたかも。お任せ。
装備強化とか。ああ好き、なんだろう、装備強化とか、あと何、そのメモリアルだっけとキャラクターの組み合わせとか、そういうのが好きな人に向いてるゲームのような気がするな。うん、なるほどね、こういう感じですか。休憩いけるかな。3500。戦闘力足らん。赤玉、青玉、とりあえず一通り行く。お任せ。多分おまかせにしたら属性とかも合わせてくるんじゃないかな。これ推奨なんかイカズチになってるけど、イカズチキャラいる？イカズチキャラいないよね。自動でお任せ編成でメモリアルも勝手に移動しちゃうっていうね。あ、なんかこれマルチとかあったら多分、あ、でも大変か。オートでやっててもらうし、どうなんだろうな、わかんない。マルチあると多分楽しいと思う。2倍速、あ、3倍速できた押してみるもんだね。ちょっと2倍速たるいなって思ったんだよね。3倍速できるんだ。さすがに4倍速はできなかろうみたいな。でも多分これ押したらスキップできたりできるんじゃない、できないな、リタイア。3倍速がマックスだね。スキップボタンはさすがになかった。うん、ね、青玉じゃなくって緑玉行きたいんだよ。ね、どうせならレベルも上げたいんだよ。レベル上げたいんだよ。うん、わかったよ。こいつももういいか。レベルも上げたんで、ね、ついでに、ね、まあ戦闘力全然余裕だから、それじゃ装備とかあんま全然気にしないでいっちゃう。
催促にすると特になんかコメントがなくなってしまった。お腹すごい。何この魔法陣。これよく見たらベルみたいなの持ってる。緑玉でしょ。で黄色玉。あーデイリーボーナスがなくなってしまった。そうか、それぞれの玉にデイリーボーナスつかないから考えないとダメだね。なんか多めに欲しい玉にデイリーボーナス使うようにしないと損だよね。ってこと？分かってない。ぶっちゃけ何にどの色の玉を消費するのかよく把握してないんだよね。さっき育てたキャラクターこっそり赤かったけど、あれ赤玉を消費してるのかな、それともなんかいろいろなんかいっぱい5種類ぐらいなんかいろいろステータスみたいのあったけど、それぞれの玉を一人のキャラで消費してるのか、それとも一人で一つの種類の玉を消費してるのか、その辺がちょっと分かんない。で黄色玉いったから、次紫いくぜ。怪我しないようにね。これならいけるよね。了解。危険要素を排除したスキル。本気をとっておきの乱れと奥と味わいなさい。で経験値のキャンディーは買ったらもう勝手になんか発動してるっぽいよね。ポーションみたいなのあったけど、レベルが上がってくるとレベリングが難しくなってくるから、そこで使うようになんかストックで買っとくとか、そういう感じなのかな。わからんけど。わからんことだらけ。まあ、しょうがないよね。初見だもん一応。これで一通りやった。一通りやったよ。これでストーリー解放したやろ。解放したね。オッケー。で、ミッション。で、ピースクエスト。戦闘アイテムの3個。スコアバトル5回やれ。光玉クエスト10回。ね、キャラで、この子のボードが記憶が正しければ中途半端だったんだよね。でやっぱこれ青玉黄色玉、やっぱり全キャラクター
から消費するってことね。いい感じだな。順調だね。仏棒黄色玉が足らん。黄色玉が足りない。これで一周したの。成長したみたいね。あ、でもそのレベル上げするのにやっぱり黄色玉がやっぱり足りない。このレベルを上げるのにそのなんか属性系のなんか。みんながみんな緑じゃないような気がするんだけど、どうなんみたいな。これどこ？順調です。やっぱりね、うん、いい調子だ。人によるんだよね。いい調子だ。感じだわ。黄色玉が圧倒的に足らんぞ。黄色玉。日々成長。黄色が足らん。緑と黄色が足らん。緑と黄色が足らん。紫もない。かもね。黄色。赤だけ足りてんのかな。黄色、紫、緑。赤も足りない。結局一通りやった方が良さそうだね。ちょっと玉をやりに行こう。クエストか。素材クエスト。調査探索に魔物の討伐。スコアバ違う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 よ。エクセクエスト。こっちは定期的に来る依頼を扱ってるよ。光玉。これ一通り一回ずつやる。え？ちょっと待って。レベル上げてさ、レベル上げたらさ、推奨戦闘力さ、いけるんじゃないの？って思ったり。したんだけど、どう？全部レベル7にしようか。なんとなくこういうの揃えたくなるのね。レベル7にそれ。揃ったかな。で、あとはガチャで無料ガチャで優勝ガチャも気になるけど、無料ガチャでとりあえず揃えられるもの揃えて。ね、調合に少しでも有利なキャラクターをゲッチュしたい。テイ。スキップ。
これ新キャラじゃない？お、SSR 来たー。 SSR 一個か。まあ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 いいよね。で今度は新しく引いた子を育成したいわけよ。うん、自分の遊び方としてはね、うん、人それぞれやり方あると思うんだけど、私はですよ、ちょっと待って、ショップがなんか赤ポチついたのすごい気になる。いらっしゃいませ、フロッケのお店にようこそ。爆笑。あ、なんか出たよ、スタートダッシュ優勝。いくらなんか知んないけど、スタミナ、プレーンクッキーがスタミナなんだ。うん、なるほど。はい、ああ、かぶりってしずくになってしずく交換になるのか。で、そのしずくの枚数をある一定量、25枚、多分25枚だね、25枚集めると覚醒して星のリアリティが上がるみたいな感じ。わかんないけど、わかんないことだらけやな。そしたらどうしよう。クエストの、いらっしゃい、ゆっくりしてってくれよ。こっちは定期的に来る依頼を扱ってるよ。光玉で、これでレベリングもやりつつみたいな。レベリング、新しいやつ、レベル上げた。私の出番ってわけね。これでレベルをスキップできない？スキップやっちゃう。うん、あー、時短要素いいね、これ。また育ったわね。うん、やっぱこうなってくるとデイリーボーナス結構重要だよね。いらっしゃいませ。とりあえずやっていこう。それじゃ、いってらっしゃい。あ、間違えた、スキップすんの忘れた。3倍速でやる。スキップボタンがあるのになんでスキップしないの私みたいな。スキップボタン押し忘れた。スキップボタン忘れたのかな。一通り見たらもうお腹いっぱいになるから、スキップで良くなるよね。
て。え？スキップボタン。あったあった。スキップボタン。怪我しないようにね。もっと大きくなるわよ。もらった。何ドロップしたか見んの忘れちゃった。これで次でスキップ。スタミナ結構こうすると使うね。もっと大きくなるわよ。まあ限定のあれだからまあいいかって感じはある。紫これでスキップ。それじゃ行ってらっしゃい。これは何？あ、一回無料で復活するんだ。へぇー。一回やる？一回無料ならやらない手はないよね。ってなるよね。って書いてあるのはこれ向いてるやつってこと？どういうこと？ちょっとわかんない。まずは準備からね。この子は特性の力を引き出します。分からん。頑張るよ。超おかしい。あ、配置してない。忘れた。これね。この素材にしましょう。頑張りましょう。よっ。スキップ。どう？どう？いい感じだと思うよ。あ、R しかないのかな。わかんないな。ね、ボーグ。まずは準備からね。違う違う、そうじゃない。押しづらい。あ、スクロール、うわ、動かしづらい。行っていそうです。
特性を引き出そう。ギフトカラーっていうのが気になるんだよね。これを使おう。ギフトカラー準備はいいでしょうか。はい、好き。成功したようですね。ああ、一個しかできなかったのか。でもね、素材が。例えばアクセル？作れそうなものは？なーい。なーい。そしたらストーリー進めていく？レシピ発想。強いの、あ、いいの来たんじゃない。ワンド、お手製の杖。あー、やっぱ後ろに行けば行くほどなんか良さそうなものがあるね。これさ、武器さ、あるしかないのかな。キャラ R 以上作れないのかな。装備、あ、全部 R だな。やっぱり今のところ R 装備しかないよ。わかんないけど。とりあえず何でもいいからはめていく。本当は考えてはめるべきなんだけど、こういうの考えるの苦手なんだよね。これレベル上がってないや。上げよう。レベル上げよう。どうやって上げるんだっけ。詳細だっけ。レベルアップ。7。なんかもう一個上がってないやつあった。これか。これ2枚目か。え、かぶり。え、分からん。かぶりじゃない。これもかぶりっぽい。でもなんかかぶりでもね、なんか意外と使える可能性あるもんね。わかんない。わかんないばっかり言ってる。ね、アトリエで、さっきの杖が作れるようになってんのか。どれを作ろう。武器。杖。足りないやん、素材。ダメやん。ね、レシピ発想またできる。あ、ここか。受け取る。一回
発受けたりはないね。動かにゃい。終わり？終わった。よいしょ。こんな感じか。今のところまあまあ楽しめてると思う。うん、個人的には。うん、悪くはない。まあ、ストーリーもなんかスキップしちゃっていいような感じがする。スキップと言いつつ早送りなんだけど、てか見えてない。これで早送り。これここ押したら何倍速になるんだ。何倍速までいけるのかちょっと。テスト2倍速までか、はい、やっぱこれこの早送りが3倍速扱いみたいな感じか。やっぱバトル全力でいきます。あーもうこれしょうがないわね。普段の編成で来ちゃうんだ。おすすめ編成とかおまかせ編成とか途中でできないんだよね、ストーリーは。まあ別にいいけど。でも、なんだろう、今後、ストーリーが進んできたら、相手も強くなってくるから、気をつけないといけないね。選んでる編成、そのまま来ちゃう。さすがにこれはスキップないよね。ないよね。ストーリーバトルはさすがにスキップできない。ドロップしました。なになになに？雨？雨ってことだね。いらっしゃいませ。お、なんか食いに来たのか？注文。新しく。ありがとうございます。元気が出るパイです。受け取ってみよう。はい。お待たせしました。え、まるまるじゃないの？ホールじゃないの？あ、元気が出るパイってそういうこと。スタミナ回復なんだ。で、1日に2回受け取りができて、18時 ?12 時と18時に、スタミナのこのパイがもらえると。なるほどね。はい、送り。あ、編成できる。めんどくさいからおまかせ編成にしちゃうんです。これ多分めんどくさがりえない。あ、でもレベリングもしたかったんだった。まあいいか。これはちょっとなんだろう、スタミナ制だしマイペースに進められそうだし続けられそうな気がする。結構いつもお試しでやってなんかもう 2,3 時間やってごちそうさまっていう感じのゲームが多いんだけど、
これは今のところまだごちそうさまっていう感じになってない。2時間半ぐらいやってるけどまだごちそうさまっていう感じになってないので、いらっしゃいませ、はい、私の中で2時間ぐらいやってるけどまだごちそうさまっていう感じじゃないから続けられそうな気がする。わかんないけどさっきがずっとわかんないけどって言ってだって断言できないんだもん。ピースクエスト、なんだ新しいクエスト、育成ピースって何、ピースってピースって何、ピースってこの星、星ピース、そういうこと。ヤッホーいらっしゃいませ、アラさん。え、これピースって、ピースピースってそのピースあのはいポーズのピース、はいピースのピース、ピースクエストって何が落ちんの。え、これどういうこと。何がドロップするのかなんかよくわからん、よくわからんけど、ちょっとお任せにしよう。推奨戦闘力すごいギリギリだ、やばい。ちょっとこれ不安だからスキップボタンを押せるかもしれないけど、出撃ボタンを押してみる。怪我しないようにね。怪我するかもしれない、推奨戦闘力ギリギリなんだもん。了解、危険要素を排除します。キル私の番だ。そうせい、棘の雨だ。どういうこと、何がどうピースなの、ピースクエスト、ピースって何、幸運、幸せ、平和、何がどうピース、ピースの意味を教えて、そしてピースクエストは何者？なんかあのコインはドロップするっぽいけど、何者なんですか？ピース。取れるっていうか、もうなんか喋ることなくなってきた。だってな、2時間とか配信してんだもん。勝った。何がどうピースなん？お、あ、ピースってそのピース！かけらっていうか、あれだよ、覚醒するためのピース。ああ、わかった、なるほどね、覚醒ピース、アラさん、おほど、なるほどね、ははん、ピースクエスト、メモメモね、からのもう一通り開けれたのかな。ピースクエスト一回これ、うん、受け取る。で、あとやんないといけないのはスコアバトルを5回クリア。スコア、
一章しかできない。メインストーリーが開かないとこれいけないんだよね。だからメインストーリーを進めるしかない。スコアバトル、もう一応あの1の1は攻略できてるから、メインストーリーをダンジョン、ダンジョンまだだ。アイテム杖作れるかな、杖作れるかな、杖作れない、素材が足りない。どうしよう、なんかそろそろ時間がもう3時間に迫ろうとし始めてるんで終了しようかなと思ってんだけど、一通りだいたい分かってきたんじゃないのって思うけど、ただ今のところギルドとかそういうのないよねみたいなね。これなら楽勝だよ。本当に一人で遊ぶ専用ゲームで、なんだろう、人との交流が今のところないよね。そのうちなんかイベントとかで人と交流するイベントとか出てくるのかな、わかんない。全部なんか家庭で言ってるからわかんない。スキル演出短縮あるわ。オンにするとバーススキルなど常に行動全開です。あと通知、スタミナ、夜間通知、イベント通知、サウンド、まあ、今のままでいいか。で端末負荷、クオリティ、解像度今こうなんだ。アンチエリアス最高、最高、あー最高でいいです。極上があるから最高でいいです。あーそれでいいです。はい、幽霊、幽霊もの制度、キャラクター表現、あー OK OK、 ここでバトルが入る。あんまり早くなってない、いかない、早くなった、あちょっと早くなった、あさっきの魔法陣の演出が早くなった。こんな感じね。ミッションにさ YouTube に上げて、それを Twitter でなんかミッションじゃないや、プレゼントか、 YouTube に上げて、それをあの Twitter っていうか X に上げて、なんかそれでなんか何ハッシュタグつけてやったら、なんかごめん新しいとこ来てしまった。わからん、わからん、え、どうしたらいい。うわ変わった花が咲いてるな、やっぱり。なんかくれるとか抽選でなんかもらえるっていうのがあった。太陽君、アラさんリツイートじゃなくてリップスになるんですかね。リポストですね。どうしたらいい、オート
ここもオートできんだ。すごいものが取れちゃった。ここもオートでできちゃうんだ。すごい。弱そうだし軽くひね。結構オートでできすぎてて大丈夫。ゲーム賞今日明日一般公開でやってるけど、なんか行ったらこのスライムのキーホルダーがもらえるらしい。ただ数に限りがあるから早いもん勝ちらしい。まさかのここもオートでできる。なんだなんだ、何が起きた。なんかゲットした。すごいものが取れちゃった。あ、そういう感じで。なんかどんくらいこれ時間かかんの。結構長い、もしかして。制限時間とかないの。用心しなきゃね。あたしも行くよ。振り注ぎ。何気になんかアイテムを消費してんだけど、このアイテムってこれ何。わかんない。なんかポーション消費の設定とかがないの。ポーションじゃないけど回復薬っていうか。これで大丈夫でありました。素晴らしい動きです。危険要素を解除します。うん、なんか全体的にキャラクター性とかいろいろまあまあ好きかな、個人的には。ちょっとしばらくちょっとやって遊んでみたいって思った。で、君はどこまで行くんだい。なんかストーリーがあった。ストーリーが終わんないとここから抜けらんないってやつ。え、釣り。いきなり釣りしてる。釣ってましたね。オートでやってるからなんかちょっとびっくりした。いきなり釣りしやして。釣りする時ってどういう風に動かすんでしょうね、マニュアルの場合。まあとりあえず今いるところがダンジョンらしいんですよね。だからモンスターも出るし、アイテムもなんか採取できるしみたいな。ただストーリーの中にダンジョンが今出現しちゃってるから、ダンジョンの扱いが今後どうなるのかよくわかんない。わかります。相当やりすぎたね。操作わからなくなりますよね。わかってるんだけど、オート大好き人間なんで。あの本当に必要に迫られないとマニュアルしない。てか最初さっきもなんかマニュアルで触って、あ、ステージ終わった？ダンジョン終わった？
終わったっぽい。オッケー。まだバトルが続くね。バトル肩鳴らしにもならねえな。バトルが続くのストーリーなの。了解、危険要素を排除します。キル、まあ見てな、行くよ、降り注げ。このバトル終了したら終わろっかな配信。結構長いこと配信してるんで、でこれをなんかちょっとだけ編集してアーカイブを YouTube にアップして、であれですね、ポスト X Twitter でなんだリンク、 YouTube のリンク貼って、でつぶやく、いやポストするかな。だいたいほとんどのものを解放できたと思うんだよね。まだ解放できてないものあるけど、でこれから多分新たに実装するものも多分あるんじゃないかなと思うし、アップデートとかで、それでなんかマルチバトルとかできるようになると楽しいですよね。指差し確認始め。よし。なんかうち田舎なんで、帰りましょうの時報のメロディーが流れるんですけど、流れてるな。ダンジョン解放。クエストのどこにあるの、ダンジョン。素材クエストの中にダンジョンあった。ちょっと待って、これ抜けれないやつ、もしかして抜けれないやつ、ハマってしまった。しょうがない、やるか。これはもうやらざるを得ないやつだ。しょうがない、やる。え、ダンジョンパーティー、お任せ。高速採集はやっぱ一回クリアしないと高速採集できないね。いい報告、期待してるぜ。ちょっと戦闘力が足りてるかな、微妙な感じがした。これマニュアルやってみる。あ、こんな感じか。こいつも使えそうだな。アラサンカフェの BGM。 カフェの BGM。 できた、やるぞ。バトルずっとオートでやってたからマニュアル無理っぽい。あ、オートになってる。ダンジョン巡りだけマニュアルになってる。ダンジョンはアイテムがあったらなんか、バトルはオートにしてれば勝手にバトルが始まってくれる、やってくれる、戦ってくれる、やっつけてくれるね。え、アイテムはなんか光るものを見つけたらなんかタップボタンみたいな、おタップボタンみたいなの出るから、そのタップボタンを押したら次なりなんなりやってくれると思う。さっきそれで採取できたから。バトルよな、これな。多分オートじゃなくてマニュアルでできるようになっといた方が多分今後のことを考えるといいんだろうなと思う。よし、こんなもんだな。この調子で次も片付けてやるぜ。なんか行ける場所が限られてる。あんまり
あ、ほらほらほら、この光ってるやつの近くまで来るとこうやってアクションって出て、これタップするとなんか勝手にやってくれる。かっこつけてるけど何撮ったん？七仕草。これもうオートでいいや。操作自体は簡単だね。問題はだからバトルのアクションをどうするかだよね。水晶戦闘力がなんか絶妙に微妙だったような気がするから大丈夫かな。もしかしたらやられる可能性が多少。死んでしまった時っていうか全滅してしまった時どうなるかとかもちょっと見てみたい気がするけど。まあでも死なないに越したことはないんですけどね。やっぱりボス。いけた？やった。うん、あれもボスいるけどまだ終わってないんかい。でもまだボス出る可能性あるの。これで終わりかな。掘り出し物ってやつだな。終わんないな。やるぞ。コップに入ってるみたいなやつはあれなんだな。モーションというかエフェクトっていうか演出が。とか実装するんだったらこれマニュアルで操作できるように練習しないとダメ。マルチでいけると盛り上がって楽しい。あとギルドシステムとかね。なんか今のところはなんだろう、あの個人プレイですよね。私たちの力見せます。このボスか、硬いのか。本気でいきます。障害を投げ払います。絶好調だ。そしてトゲの雨だ。ちょっと怖い。ちょっと硬い。ゲージがあんま削れない。いやバトルしないよ、もう終わりたい。終わらせて終わる。
チュートリアルみたいなやつ入っちゃったからさ、やったけどさ、もう、もうちょっとミッション。スタミナが溜まっていく。いろいろできない。あ、なんかお手紙が来てる。これはうん知ってる。え、見てない。あー、ディスコードサーバーに、はい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 、ちょっとアクセス型だったらしい。アラさん、お手紙ですか。お手紙ありましたね。よく読んでないけどプロデューサーからのお手紙ですね。なんだ？ドライ、これ何？味方の HP を回復する。え？これチャームでしょ？これは何？アクセル？これは？なんか爆弾みたいな魔女の部屋。